長生き競争は2007年に小学館から出版された黒野真一による小説及びそれを原作にしたテレビドラマ。小学生時代からの幼馴染である76歳の男女6人が人生最後の水挙として長生きすることに命をかけた戦いを始める。東海テレビの企画、制作により、 富士テレビ系列で2008年12月26日の21時30分23時22分に東海テレビ開局50周年記念スペシャルドラマとして放送された。ドラマのロケーション撮影は千葉県浦安市で行われた。視聴率10.1%。平成21年度文化庁芸術祭優秀賞2009年度日本民間放送連盟賞番組部門。 テレビドラマ番組優秀賞、第26回 ATP 賞、テレビグランプリ2009ドラマ部門優秀賞を受賞。宇津井健と津川雅彦が、ドラマ、野々村病院物語以来25年ぶりに共演を果たした。なお、過去に東海テレビが制作し、ゴールデンタイム枠で全国ネットで放送された特別番組は、 富士テレビも制作に参加していた関係で提供クレジットの創出は富士テレビが行っていた。本作はその点において初めて東海テレビ自身が提供クレジットの創出を行っている。ありがとうございます。